皆さんこんにちは、みほみんです。いつも動画を見ていただき、歌を聴いていただきありがとうございます。今日は待ってた G メン75パート6第6弾をお送りしたいと思います。今日の第6弾はですね、つい先日パート5第5弾をお送りしましたけれども、パート4パート5の2回に分けて15話ずつですね、その中でいいのを5つずつ選んだわけですけれども、ここで30話終わりましたので、前回も第1話から第30話までの中のベスト1でバスストップというお話を選びましたけれども、よかったですよね。中野聖也さんとね、響刑事のね、やり取りも含め、あと蟹江敬三さんが初めて出てきたなんて、記念すべき、みほりにとっては記念すべき回でした。物語もとても良かったんですけれども、なので今回もですね、第31話から60話まで見終わりました。DVD で言いますと、デアゴスティーニの DVD をベースにお話ししてますので、第11巻から20巻の DVD、10枚ですかね、 1つに3は入ってますので10枚届きましたので、この中でベスト1を決めていきたいと思っておりますが、それはとても至難の業というか難しいお話なので、各号の1番を決めてみたわけです、これまで。なので、10個ですね、10個のいい各号のベスト1を選びましたから、その中から栄えある1話をちょっと選んでみたいと思います。皆さんのご意見等もね、いろいろあるかと思いますけれども、すいません、またみほりんが勝手に喋りながら勝手に決めていきたいと思います。はい、DVD をね、毎日その見直すというお時間も皆さんないと思いますし、私もそんなにね、毎回見てるわけでは、何回も見てるわけではないので、一回に集中して物語を見てコメントをその場で記録するようにはしていますので、前回パート4のところからね、ちょっとしたおさらいみたいな形をしたい。第11号ですね、これはあれですよ、関谷警部補が殉職する回でしたよね。なのでこの号ではもちろんその関谷警部補が殉職したお話がまあ一番なんだけれども、第32話死んだはずの女にしますって言った記憶があります、私。なので11番では死んだはずね、豚箱の中の刑事という形でした。これ山田刑事のね、優しさがね、非常に被害者の妻にとってはきつかったよねというお話だったと思います。で、35は豚箱の中の刑事ですね。はい、これ赤座美代子さんが綺麗だったなという記憶があります。はい、で第13号ではですね、この中で選ばせていただいたのが、私そうだ、これ迷ってますって言った覚えがあるのよ。じゃちょっと決めとかなきゃいけないので、13号はちり紙交換殺人事件にとりあえずエントリーしておきます。はい、で14号、これが良かったんだよな、殺人の条件、これはもうすごく良かったなっていうお話でしたね。中野聖也さんが出てるからってわけではないですけれども、でもね、非常にね良かったの、ものが。で15号では第43話の刑法第11条公主権、佐藤純也さん初監督だって水野久美さんが出てて、なんとお話ししたと思いますけど、本当にね、首無罪なのにね、冤罪なんですけどね、首に縄かけられるまで行ったけどよかったね。47話終バスの女子高校生殺人事件っていうところですね。はい、で DVD17 では響刑事がね、すごい強気でペーパーナイフを机にグサッと突き刺した土曜日21時のトリック、弁護士さん良かったですね、ふてぶてしくてね。はい、で DVD18 巻はですね、これ唇の中の拳銃、熱海が舞台、熱海の海岸が舞台、女の戦いというところで非常に面白かったです。第19G メンの首なんていうタイトルがついたね、ドキッとするようなワクワクするようなところですね。魚の目の恐怖とかね、タイトルが非常に、公主刑も、ね、出てたしね、タイトルが非常にワクワクするようなタイトル揃いの第19巻でしたけれども、これは魚の目の恐怖で決まりましたね。
あの谷村さんのね、あの演技力すごいね。この20巻ですね、今のところ最後の20巻。これが第60話の暑い南の島、沖縄の幽霊に決めましたって言って、これほんとね、あの響刑事が受難受難受難で、非常にあの見てて気の毒というか、ちょっとあまりにひどくないっていうところで、あのね、私の三堀の怒りのボルテージがぐぐぐっと上がった回でナンバーワンという形で決めさせていただいております。その中から一個選ぶのってちょっときついよね。あの基本的にこれまでも何遍も言ってるんですけど、基本的に G メンなんで、どの回も本当に私好きなんですよ。面白いしね。あのさすが G メン、これだからいいよっていうシーンはもう本当に至る所に散りばめ、やっぱり見てて見応えがあるのと、そのストーリーのところですね。あとやっぱりキャスティングだったり、あのやっぱりちょっと心にちょっと残るとか、考えさせられるとか、そこも含めてですね、ちょっとミホリの本当に勝手なところで決めていかなきゃいけないから、ちょっと3つ選ぼうと思います。はい。で、そうですね、3つ選ぶんだったら、本当にどれもいいんで、まずあの第42話、14号ですね、殺人の条件。これは必ず入れたいと思います。そうだな、あとはね、DVD16 の第47話終末の女子高校生殺人事件、これもぜひ残したいですね。はい、3つ選ばなきゃいけませんから、第11号、関谷警部補殉職のお話が入った DVD11 号のですね、この死んだはずの女、これを出したいと思います。この3つをとりあえずチョイスいたしまして、これでベストワンを決めていこうかなと思います。はい、皆さんここまでいかがでしょうかね。30話の中でベストワンを決めていく、まあ、あの30話の中からもあの1つ、ね、10話に絞ってはあったので、その中からじゃあ一番いいの1つというとなかなか本当に難しいけど、まあね、あの1つその、まあ、遊び的なあの楽しみ的なところで私作ってるのでね、どうかお許しくださいね。あの違うご意見の方いれば、はい。で、今とりあえず3話選んでみました。あの選びきれなくなっちゃうので、本当も泣く泣くその10個の中からというか30個の中からなくなく3つ選びましたよ。はい、まず1つがですね、これ DVD コレクション、はい、これは11号ですね、関谷警部補殉職の回が入った3話が入ってる11号なんですけれども、この真ん中のですね、死んだはずの女、これを選ばさせていただいています。日本人の感性で、あの感想でというところで選ばせていただいてますね。いいお話でしたね、本当に。すごくね、雪が残る寒そうな山がやっぱり舞台なんですけれども、ちょっと傷ついたね男女が出会ってって、自分がもう死んだことにしてね、ラーメン屋なんかやってるわけですよ、屋台でね。そこを偶然もう関谷警部補が見つけちゃって、あの女性はあの人じゃないかっていうところで追い詰めていっちゃうお話なんですけどね。でそれまでのその2人がどうやって生きてきたかってところがやっぱり見どころの一つではあったかなと思います。で最終的にまた2人で山に行って、関谷警部補が追って、結局見つからないっていうところなんですけれども、そこで終わるんですよね。 G メンの終わり方すごくいいんですよ、想像にお任せっていうところで。あの私はもうこの2人はあのまたどこか別のところで違う名前で生きているんだな、生きていてほしいと思った回で、非常に切ないんだけど、ちょっとこの2人を応援したくなるというところのお話でしたね。西田健さんも良かったですし、川口明さんでいいんだよね、お読みするのね、とても良かったですね。あの表情も愛らしくてチャーミングでね、そうシクラメンの香りが BGM で流れてた回だったかな、うん、っていうところですね。で2つ目があの14巻、DVD14 号の、3つ目に入ってます、殺人の条件第42話ですかね。これは本当に見応えがありましたね。うん、本当に見応えがありました。フラメンコ横須賀
とはその中野聖也さん、あと土井勝生さんあのいい感じでしたよね。これはとても良かったかなと思います。やっぱり殺人に行ってしまう条件が揃ったところでっていう、でどういう条件なのかなって見た時にちょっと切なくなりましたね。はい、で3話目はですね、DVD 16巻の2つ目に入ってますね、終バスの女子高校生殺人事件にを選ばせていただきました。あの響刑事を慕うね女子高校生が、非常に正義感あふれる女子高校生がね、理不尽にももうバスの中で刺されて殺されてしまうんだけれども、これも非常に重いタイトルではあるけれども、身近に潜んでるねあのことを題材にしたお話でした。殺された女子高校生のねおじいちゃんが出てくるんですけど、ね、加藤芳さんが演じてらっしゃるんだけれども、やはりみんなの目の前でね殺されたんだと、助けようもあったのにっていうところかと思いますけども、何にも悪いことしてないのにね、正しいことをしたのに殺されてしまったっていう虚しいお話ではあるんですけれども、やっぱり響刑事主役の回でね、響さんがこれでその女子高校生の敵を討つじゃないけれどもというところのお話にはなっていますね。で、まあ、このおじいちゃんの出てくる、ね、また皆さん DVD 見てください。このおじいちゃんの言葉がね非常に胸に刺さる。どうでしょうかね、この私3つ選んだはいいんだけど、この中でちょっと1つ選んでって言われるとちょっと どうしようかなって思ってるんですけどね。けどどれもいいんですよ。どれもいいんです。どれもいいのに私自分の首絞めてますどれがいいかな、この中で一つを決めていきたいと思いますけれども、どれもそれぞれに色があっていいお話かなと思いますね。殺人の条件も良かったしね、死んだはずの女も良かったし、はい決めました。第16号の終バスの女子高校生殺人事件、これを第31話から60話の全30話の中からベストワンに選ばせていただきました。皆さんはいかがでしたでしょうか。どれもいいのでね、基本的に。ただその中で一番心に残った作品、良かった作品というのをちょっと私が見堀の独断で勝手に喋って勝手に決めさせていただきましたが、皆さんのコメントたくさんお寄せいただきたいと思います。また本当おいおいですね、皆さんのご意見を聞きながらちょっとランキングという形で決めていくのも面白いななんて思ってますので、ただまだ60話までしか終わってませんのでね、先が長いですから、ちょっとごめんなさい、しばらくみほりんの勝手に独断で決めさせていただければなと思いますので、ちょっとご意見が合わない方もいるかと思いますけれども、どうぞどうぞお許しいただいて、またこれからもみほりん歌のチャンネルシリーズ番外編待ってた G-MEN75 をどうぞよろしくお願いいたします。みほりんでした。またねー。